今日はこちらね、内定通知書が出たということで動画を回しとる。ということでね、俺の就活は、まあ2ヶ月ぐらいでね、まあ終わったんやけど、今回これ受かってね、そのありがもちろんありがたいんやけど、なんかそれよりも、面接が3回だけやったんや、その採用方法が。面接3回だけやったけん、こうなんかね、俺の内面をしっかりこう見てくれるやり方でこうやってくれたんよ。だけどなんかその戦力とか能力的などうのこうのじゃなくて、なんかパッションみたいなね、そういう部分で、なんか俺の人間的な部分をこう見てくれて、受け入れてくださったんやなっていう方の嬉しさの方が、まああるかなと思う。なんか結構毎回その1時間ぐらいかけてじっくりこう話して聞いてくださって、なんか俺のことをしっかりね、理解してくれようとしてくださっておったけん、なんかね、そっちのありがたみの方がね、強いかなと思った。ちなみにその会社の方全員、非常にこの少数精鋭の会社なんやけど、これ俺が YouTube やってることも知ってくださって、なんか俺大学名と名前でね検索して、こうわざわざ俺のところのチャンネルまで行き着いて、こういろんな動画を見て、何個か見てくださって、まあいろいろね、俺の本性の部分をこう知ってくださってるけん、まあそういうのも含めてね、まあすごいありがたいなと思ったということで、まあどういうやり方でやったかなんやけど、こんぐらいしか空いてないシャッターのお店に、なんか今空いてますかって言って、やってますかみたいな感じでやって、で、それで割と、なんか強引ではないけど、まあそんな感じで、なんか一般的なやり方じゃないかなっていうふうには個人的には思ってるけど、まあそっちの方が面白いかなって思ったけん、まああえて結構こう、その、じゃけん、リクナビのそのエントリーシートとかは使ってないよね、その会社に対しては。けまあそういうところが、普通の就活のやり方とちょっと違ったかなっていうふうに今考えたら思う。それだけなんかその本当に狙いを定めて、なんかね、質より量、違う、量より質っていう感じで、もうゴルゴ13並みのスナイプ力で決めましたというやり方やった。でもね、就活はやっぱ、ね、頭とかじゃなくてね、やっぱね、ここでやらんと、いかにこう自分をこうさらけ出してね、弱みを見せてね、うまくね、やれるのかというところやなと思った。なんかね、そう、頭で考えてね、頭でっかちになって情報をいっぱい、なんか就活マナーどうのこうのとかじゃなくて、なんかね、やっぱパッションで、ね、やった方がいいよって、やった方がいいやなっていうふうにやっぱ思った。何系かって言ったら、その会社さんが IT とかネット関係のことをこうやってる会社やけん、まあ、なんかパソコン使っていろいろと、まあ、やっていく感じになると思う。で、まあ、今後はプログラミングを勉強すると。まあ実際この動画のちょっと前に、その会社さんからこうやってみたらどうですかみたいな感じで言われて、ちょっとねやってみたんやけど、まあ結構楽しいしね、まあなんとかなるんじゃないかなと思ってる。その前にただ私ね、忘れてはいけないのが大学生なので、まだ単位を取得せんといけんから残り1個だけなんやけど、まあそれの授業を今7月末やけん、まあバイトも2日に1遍ぐらいで、しかも入られたのもコロナ明けで、結構あれしとけん、タイムマネジメントを意識しつつ、オンライン授業を見つつって感じでやっていこうかなと思う。まあそんな感じ。まあ筋トレも続けながらっていう感じ。最近ね、非常にこうよろしくない乱れがちやけん、まあそこもしっかり立て直しつつやっていこうかなと思う。で、ちなみに、このちょっと前に、先週末ぐらいに、愛知にね、ちょろっとだけ行ったけん、それの動画、多分撮ってあるけん、それもこの動画の1週間以内ぐらいに出そうかなと思う。じゃあ今日の動画はこの辺で。以上、再肉体改造部のゆきがお届けしました。バイバイ。